ブッセンは、三宅蘭上作の漫画。1999年から2001年まで、講談社の週刊漫画誌、モーニングに連載された。三宅のデビュー作で、単行本は、全六巻。後に、太田出版から、上中下巻。2013年7月より、TBS テレビにて、テレビドラマ化、および11月に舞台化がされた。講談さんには、二つのテーラが存在します。 一つは、地元商店街を中心に、多くの檀家を抱える金持ち寺、金金バラ寺。もう一つは、古株で、高段山の中心に寺を構えるも、檀家の皆無な貧乏寺、仏仏仙寺。潰れるのも、時間の問題とみられる、仏仏仙寺の和尚、唯一の弟子であるくも神は、和尚が入院し不在である中、寺を苦境から救うため、仏教学校の名のもとに、 生徒イコール弟子と入学金を集めてしまおうと一計を案じます。学校の名前は仏教専門学園略して仏仙君も五十単位で悟りだ。お合い言葉に生徒を集めますが、仏仏仙人の土地を狙う金金原寺が妨害を企てます。よしスパイを差し向けよう。運賃の計画はうまく運ぶでしょうか。仏仙のタイトルでテレビドラマか 2013年7月16日から9月24日まで TBS 系列の毎週火曜日26時28分26時58分枠で放送された。主演は吉沢亮。ドラマ終了後 TBS 系列の赤坂アクトシアターで11月6日の11月17日まで全15公演の舞台が同じく吉沢出演で上演された。詳しい人物詳細は 上記原作項を参照。本項目は簡単な人物説明を加える。高段さん、高段山さんには、段下もいない貧乏な寺、仏仏戦時と金が潤沢に潤っている寺、金金バラ寺の二つの寺が存在する。金もなくこのままでは近い将来、廃寺になってしまうのを危惧した、運心は病院に入院中の住職には、内所で仏教専門学園を設立し、 生徒からの入学金で当座をしのぐ計画を実行する。高段山を近々バラデラな本山にしたい住職、アジャリは新事業を始めた、仏仏戦時を探り、計画を潰すため、田村翔介を仏教専門学園に潜り込ませる。その度、高エビー宮家ランタケの仏教青春学園コメディー漫画、仏線が、テレビドラマ舞台化、cinra.net。 2013年6月13日、閲覧。他の生徒はなぜ書かれぬ言いたいことが理解できるようで、ある、大田出版上官の夏目ふ之のによる解説では、BS 漫画やわで、物線を扱った時、隅々まで読み込みそれらを指摘したゲスト出演の、石堂夏夫による、読みにレギュラー一等が共闘したと書かれている。シリウスの近くにある高度な文明を持ったニャンコ星とは、 おそらくニャントロ製のことであると思われる初回は1分、第2話は22分、第3話は71分、第4話は11分、第6話、最終話は70分、第7話は16分それぞれ繰り下げて放送。デビュー、吉沢亮、初主演ドラマ、仏線で坊主姿を初披露。2013年7月17日閲覧。コミックナタリー、実写版。 物戦ビジュアルで、桐山さざあなみ、袴田義彦ら坊主に、2013年7月17日へ閲覧。デビュー、リード鍵本明、坊主頭で超個性派キャラ熱演。演じるのに参考にしたのは、栗原類君くん。2013年7月17日へ閲覧。サンスポ、コム、吉沢亮僧侶ユニットで、紅白を狙おうと。 2013年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年7月17日閲覧シネマトゥデー吉沢亮、全員丸刈り姿のユニット極楽ボーイズで紅白目指す2013年7月17日閲覧ありがとうございます